これがね金字って言ってね、全部金粉で埋め尽くす技法。金粉を使ってる量はちょっと異次元だと思う。ひたすら漆を塗ってひたすら金粉を撒いてると。平安堂のこれが一番優れてる。こんにちは、平安堂4代目山田健太と申します。で今日はですね、少し変わった平安堂の誇る格別な箱を深掘りでご紹介していきますので、楽しんでいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。国宝の写しっていうのはまあこのようにたくさんあると思うんだけど、どこまで本気でやるかっていうのは結構違いあると思ってて、もちろんうちにも国宝写しをモチーフにしたものっていうのはいろいろあって、でその中でやっぱ強弱ある。でそれの最強というかさ、頂点に立つのがこの船橋蒔絵。これは限りなく忠実だと思う。本物をこのレベルで見たことがないから分かんないけど、そういうふうに俺は聞いてるし、船橋蒔絵をモチーフにした箱の中で平安堂のこれが一番優れてるっていう評判を聞いたこともあるんで、まあそれぐらいのクオリティのものだと思います。これね、ちょっと時計とかしてる場合じゃないんで、なんかもう当たるものは全部排除して、きっついけど白手袋もしてね、まあなんとなくさ、図録とかこう写真で見たことある人っていうのはいると思うし、まあそれって全部このアングルだけど、もちろんこれは忠実に模倣してるんで、中もまあかなり素晴らしい。硯に金の蒔絵をするっていう、まあ、見たことのない加工もされてるし、この絵の部分もこれはね金字って言ってね、まあ、蒔絵なんだけど全部金粉で埋め尽くす技法だ。これも金字だ。結構金の塊といったら、もちろん大げさだし、純金でこんなの作ったらもっと全然使用量違うけど、金粉を使ってる量はちょっと異次元だと思う。ひたすら漆を塗ってひたすら金粉を撒いてる。磨きはするよ、うん、磨かないと光らないからね、素晴らしい撮り方、うん、特に昔は炭だ。今は炭以外にも車を磨く研磨剤とかで磨くとすっごい綺麗なの。やっぱり素晴らしく、あれって細かいからさ、だから今のテクノロジーを活用するっていう意味ではそういうのもあり、当時は炭の一択だね。これを作るそうか、研ぎ出し、まあやってることは同じようなことなんだけど、これはその金できっちりと、まあ、金の板を粉末で作ってるようなもんでね、細かい粉末で漆の上にこう敷き詰めて、それをしっかり磨いて金の板にしています。そう、これはそうだね、一番贅沢な技法なんじゃない。でこの蓋って基本的に蓋が特徴的、山型っていうのかな。美術館大体これ蓋して展示すると思うんだけど、仮に中を見せる時も必ずこう展示するしかないけど、この内側がどうなってるかっていうと、そう、金地違う、あくまでも蒔絵、細かい金粉を大量に敷き詰めて、まあ、今も話したけど金の板を作ってるようなもんで、ね、漆で本体はない、見たこと俺もない。でもさ、まあ間違いなく金地だよ。どういうところにこれをしっかりと図面化したんだろうね。そういう機会があったのかな、みんなにお見せするのに。まず予想通りの総金字でございますね。この黒いのは傷防止、まあ、技法的に、まあ、金字っていうのはすごい贅沢だけど、ものすごい珍しいかっていうと、まあまあある技法で、今やっぱ廃れてる技法の一つとしては鉛。鉛をこう貼ってく。生の鉛をこう貼り、で、金属でこの和歌を切り出して貼るっていうね。これってなんかまあ想像しうる、なんか壮絶な技法の一つだよね。結構大変だと。貼るのは漆。あくまでも漆で貼る。重い。それは鉛の、これがごつい重さだ。あ、鉛は使うよ。っていうより、多分昔って貴金属の選択肢がそんなになかったんじゃない、江戸時代とかじゃない。もちろんアルミとかさ、そういうのはない時代。基本的にはこう鉛っていうのが一番身近な貴金属だったんじゃないかな、おそらくね。であと加工できるじゃない、鉛って柔らかいから、ね、
あとやっぱり錆びる良さっていうのが鉛にはあってね、どう考えてもこれピッカピカより錆びてる方がかっこいいもんね。でこれのやっぱり一番注目するポイントってやっぱり木工なわけで、例えばこういう木の塊をこの形に削り出すっていうイメージ持つじゃない、この2つ作ろうと思ったら。そうすると絶対この塊は反るわけ、変形する。そしたらもう台無しじゃない。だこれはあえてこういういくつかの木をかつ曲げて作ってるわけで、それも普通にこう貼り合わせるとやっぱり反っちゃう。だから俺が聞いてる話は、まあ、こういう木とこういう木を貼り合わせると同じ向きに反りやすいから、この木とこう使うの、で次こう使ってまたこう使ってこう、その張力を打ち消し合いながらそれをこう職人が見極めてこの形を作るんだ。でそうすると木がお互いこう反発し合ってこの形を維持すると。だからかまぼこみたいな板をこう貼り合わせて、はい、この形にするんだよね。熱、うん、そう継ぎ目なんて絶対出てこなくて、こんな作るってさ、なんかくり抜きじゃダメなんだよねこの形は。多分こっちもそうしてるから、多分この底板もこうやって貼り合わせて反らないようにしてると思う。例えばこれは、まあ、50年とか、まあ、経ってると思うんだけど、やっぱどこにもこう歪みが来てない。国宝のもの17世紀ぐらいって言われてるから、今21世紀だから400年経つでしょ。400年経ってもおそらくこうガタって、まあ、多少あんのかもしれないけど限りなくないはず。木工で400年経ってガタが来ない、なんかそれって今それが再現できるのかわからないけれど、日本のこう木工を極めた人の凄みを感じる。でもなかなかこういう仕事をしっかりやりきれる木工っていうのは、まあだいぶ少なくなってきたんじゃないかなとは思います。いやでもいい機会、俺もこれをこんなまじまじと見たことあんまりなかったし、恐れ多いっていうかさ、あんまりこう売れるものではない、ね、一応値段はつけて時々飾ったりもしてるけど、そんなに売れる想定もしてないし、だからお客さんに見せて説明するっていうことも過去なかったし、こういう YouTube でね撮影するっていう、なんか思い出した、20数年前に親父に言われたの、この木をねこう組み合わせて作ってんだぞと。口で伝承しなきゃもう分かんなくなっちゃうね。次世代になったらこれ木のくり抜きだと思うよね普通。でもこれはまあ蒔絵の凄さはもちろんあるんだけど、蒔絵の凄さよりは、まあ、使ってる金の総量っていうのがやっぱり個人的にはすごいなと思うし、あとやっぱこの形ね、今はなかなかいないと思うな、これ作れる人は、という深掘り動画です。楽しかったら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら私が入社した時から値段は変わってないんですけど、1000万という価格になってます。ミヤンドの中では一番高い商品になってまして、まあ、普段はあんまりこう常に展示してるわけではないんですけれど、まあ、美術館じゃね中を見るってことはできないと思うんですけれども、一応うちのお店だったら中見たいと言われれば中もお見せできますので、ちょっとスタッフに声かけていただければと思います。